皆さんこんにちは、神岡夫婦です。今回は倉庫に棚を作り物を収納していきます。長かった倉庫編最終話です。新しく導入した機械も活用して使いやすい倉庫になるよう頑張りました。おはようございます。おはようございます。前回ね、この内装を漆喰塗りまして、はい、あと基礎の方も防水の塗装を完了しました。はい、で今回はこの中でね、実際に物が収容できるように、棚を作ったりとかして物を実際に入れていこうと思います。もう倉庫なんで、正直言うと見た目はね全くこだわらず、なんであんまりそこはね期待できないかなと正直思ってます。できるだけ、端材とかね、その余ってる木っていうのがあるので、それを使いながら物が収納しやすい形を作っていくような感じかな。なのでおしゃれさはちょっとないとは思うんですが、物が効率的にね収納できて、今後取り出したりとかがしやすいようにちょっと作っていければなと思います。わかりました。はい、これどれぐらいかな、横幅。3700ぐらいかな。4m弱。うん、どれぐらい物が収納できるのか、うん、ちょっと楽しみだね。そうだね、まだ実は玄関とかにも若干物が残ってて、そうそう、それらも一応全部ここに収納するつもりなので、だから棚をいいように作ればパズルみたいに綺麗に収納できるかなと思うので。そうやね、本当にこう作り方次第だと思う、収納力を上げられるかどうか。ずっとね廊下玄関とか物をこうなくしたいと言って、気づけばもう1年。本当よ時間はかかってしまいましたけど、これでねようやく家の中を全部すっきりするとそうだねいうことでやっていきましょうか。楽しみだね。はい、非常に、そこが非常に楽しみです。あなたもじゃあ手伝っていただいて、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ちょっと場所が変わりまして、はい、室内です。で今回、まあ、倉庫をやっていく上で、うん、ずっと欲しかったマシンがあって、これがね、あのクリカットメーカー3っていうマシンなんですけど、うん、ほうほう、どういうマシンかっていうと、自動でカッティングをしてくれるマシン。自動でカッティング、そう、まあ、カッティングマシンなんですけど、なぜ今このタイミングでしてるかというと、うん、倉庫で使いたいものがあって、それを後ほどクリカットで作成したいと思います。私がデザインしたものだったり、うん、イラストだったり、どんな形でもカットできる機械。クリカット以外にもカッティングマシンはいっぱいあるんですけど、なんでクリカットがいいかっていうと、カット以外にもいろんなことができちゃう。あ、カットだけじゃないんだ。例えばペンをここにつけて、ペンで書いてくれたり、紙に文字とか絵とか。白押しってわかるかな。カードとかに金色でちょっとへこんだキラキラが入ってる高級感があるカードがあるんですけど、あ、うんうん、こういうのもできちゃったり、カットした素材に切り取り線をつけたり、お、箱とか作るときにペコッと折れやすくなる折れ線をつけたり、うんうんうん、結構何でもできちゃう。このカットできる素材も300種類以上。300種類。そう、布、フェルトとかレザー、木材。木も切れるの？そう、まあ、木材って言ってもすごい分厚いのじゃなくて、うん、薄いバルサ材とかが切れる。へえ。今いろいろ話したんですけど、うん、多分ね、あの話を聞いてるだけじゃよくわからない。あなたもわからないでしょ。これを使って何が作れるのかっていうのがちょっとピンとこない。ピンとこないよね、うん、だからちょっと実際にいくつか作ってみたいと思います。おお、お願いします。はい、やっていきます。はい、パカ。おお、これがさっき言ってたカットしてくれる刃がついてます。こんな感じで。それが刃？そう、これがほらこうやって出てきて。あー、なんか出てるね。こっちにはまた他のもの、ペンとかいろいろツールがあるんですけど、うん、まだまだ他にいっぱいあるんですけど、うん、こういう風にここを変えるだけでいろんな切り方ができます。まずじゃあ作っていきたいのはこれ、ムクチンのお水入れ。ムクのだよって分かるように、うん、イラストとか文字をつけたいと思います。へえ、そんなことができる。はい、早いでしょ、めちゃめちゃ早い。もう終わり？終わりました。じゃあ見てみましょうか。はい、おお、すごい。ムクチンです。すごい。あ、すごい、さっきの絵のまんまだ。じゃーん。おー、ムクチンオリジナルのムクボトルです。ムクボトルです。オリジナルボトルで飲んでます。飲んでます。なんか嬉しそうだな。嬉しそうですか？すごいね。だから自分で作ったイラストとかこうやって貼り付けれるっていう。そう、これさ、 DIY の幅広がりそうじゃない？めっちゃ広がりそう。今見てもらった感じで、うん、まあ、これにセットしてこの子が勝手にカットしてくれるっていうので、うんうん、なんとなく分かっていただけたかなと思います。はい。次もう一個やってみたいのが、うん、まだやったことないんですけど、うん、服に貼れるアイロンシート、これをね、ちょっと使ってみたいなと思って、神岡夫婦オリジナル作業着にしたいと思います。そんなことができるのか。できるはず。おお、ちょっとやってみるね。はい。おお、私たちの今のアイコンです。 YouTube のそうアイコン画像、これをあなたの服にくっつけたいと思います。うお、くっついてそう。ほらほら、すげえ。うおー、すごいね。すごい、オリジナルシャツになったよ。すごい、え、かわいいじゃん。お、
すごいなんか思ったよりも、うん、あ、ベコボコしてないというか、うん、しっかりくっついてる感じ、うん、すごいくっついてる感じがある。ちょっとねこれもう使い古してすごい年季の入ったシャツですけど、どうせだったら新品が良かったな。そうだな、今度また新品買った時作ろう。そう、これこれはいいじゃない。いいね。私フェルトを一回切ったんですけど、あの布用のローラーで、それがすごい切れ味良くて、ちょっと見てもらおうかな。それがこちら、クロミちゃんです。なんでクロミちゃんも知らんやろ。次は早速木を切ってみたいと思います、はい、木がね本当に切れるのかはちょっとまだわからないので、うん、実際にやってみましょう。やってみましょう。スタート、うん、プス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 してるね。できた。できた。できた。カットできたよ。できたね。こういう感じでハマる予定。ああ、すごいすごい。ということで、どんどんカットしていきたいと思います。はい。カット完了しました。結構普通にカットできた。1回で少し溝が入って、うん、それを14回ぐらいしたら切れるって感じだった。それは自動でやってくれるんですけど、うん、素晴らしかったです。こう細かいところが綺麗に抜けるのがやっぱ自分では難しいからさ。そうだね、こんな繊細な加工はちょっと手じゃできないよね、うん、これ難しい、うん、ちょっと組み立ててみていい？やってみよう。うん、スコットはまったかな。おお。どうでしょう。おお。おお、箱ができた。箱ができたんじゃない。すごいすごいすごい。じゃあこれは一応ボンドでちょっとつけとこうかな、うん、じゃん、こちらです。おお、くっついた。くっつきました。こちらビスを入れる箱です。ビス入れ、うん、で一応これね3つ作りました、はい、よく使うのが3種類ありまして、貼って剥がせるシート、これを貼って、うん、ここを塗装して、でこれを剥がすと。それもちょっとやってみます。はい。じゃあちょっと剥がしてみようかな。はい。うわ、緊張。おお。おお。めっちゃいいやん。かっこいい。かっこいい。かっこいい。お、めっちゃ綺麗。おお。おお。いいやん、いいやん、いいやん。はい、こんな感じ。めっちゃいい。いいね。やっぱさ、貼って剥がせるからいいね。これこういうのもできるし。できるできる。じゃあ早速ビス入れて収納してみますか。やってみましょう。おー、めっちゃいい。いい感じやね。うん。わかりやすいし。わかりやすい。結構ね、すぐ壊れるから、意外とね、あれすごい困っとったよ。いいいい。取り出しやすい。これだったらね。おしゃれです、すごく。かっこいいね。かっこいい。はい。先ほど、リスの箱も作りましたけど、はい、ちょっとこういうね、オリジナルのちょっとグッズも作ってみました。いいね。木だから味があるしさ、この細かいカットはやっぱできないよ。いや、すごいよね、このムクのこの細い足。うん、尻尾の付け根もすごいね。こことかね、ヒノキの手もかわいい。ヒノキのこの手もかわいいし、このヒノキのこのぽっちゃり具合がよく伝わる。かわいい。かわいいフォルム。このフォルムは実際のね、ムクとヒノキを写真を切り取って影としてね、使ってるので、うん、本当のムクとヒノキなんで、それがまたかわいいよね。そう、いいのが作れた。うん、綺麗立体なのがまたいいね。かわいいかわいい。フリカットどんなことができるか分かってくれた。あなた分かった。すごいでしょ。すごいね。無限大だからできることが。そうだね、できることがありすぎてこの動画では全てお伝えできないんですけど、うん、今後ね、まあ、それこそ玄関やっていくじゃん。玄関周りとかのこういうボードを作ったりとかおしゃれに飾ったりとかすごい使えそうだし、だからほんと今後ね一応 DIY していく上でもすごいいろいろ使えそうだなと思ったし、こういうものづくり楽しいなってなんか改めて思った。図工の授業をやってる。工作みたいな。そう、工作みたいですごい楽しかった。今後もね、ちょっとフリカットを使っていろいろやっていきたいなと思うんですけど、インスタグラムの方でお見せできればなと思うんですけど。
します。皆さん気になる方はこちらも見てみてください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ倉庫あと完成まで残りわずかです。引き続きちょっとやっていきましょう。やっていきましょう。はい、できました。いや、できたできた。どうですか、玄関のモードが全て収まって、うん、でもまだ余裕あるし、うん、めっちゃいいじゃん。ちょっとね、やりながら本当に物収まるかなってめちゃくちゃ不安だったんですけど、なんとかなりました。なんとかなったね。うん、でやっぱりね、ちょっともうあるものを使って、まあ、それに合わせて棚を組んでいったり形を作っていったんで、見た目はもうぐちゃぐちゃになってるかもしれないですけど、うん、入れたいものが収まったんでいいかなと。見た目より機能重視ということで。そうだよね。でまだね、余裕もあるんで片付けまだ若干できてないところもあるんですけど、うんうん、まあまあ全然物は収納できるかなと思います。よく使うものだったりとか、こういう塗料とかもね、そういったものはできるだけ取り出しやすい位置に置いたりとか、うん、あんまり使わないものはこうちょっとしまうようにしたりとか、うん、使いやすさもいいんじゃないかなと思います。いいね。うん、全体のこう配置とか作り方とかいろいろ教えてくれたからすごい助かりました。それはありがとうございました。いい、ね、助かりました。この倉庫自体ね、さゆくんがほぼ一人で振り上げてくれたのでありがとうございます。ああ、いえいえ、時間かかってすいませんでした。いえいえ、大感謝です。まあね、これでね、玄関廊下すっきりしたね。すっきりしましたよ。まあ正直言ってこっち側目的ではあったからね。本当はね、本当はね、2月くらいまでにすっきりさせて、うん、その後玄関廊下に移ろうっていうね。そうそう、それをやるためのここだったから。結構ここがメインになっちゃったんですけど、うん、まあまあでもよかった、いいものができると思います。そうだね、はい、今まで本当玄関で出入りしながらごっちゃごちゃになってるものをこう、ね、割り出して作業してたんですけど、虫とかはね、開け閉めするから虫がいっぱい入ってくる。そうそうそう、まあ、そういうのもなくなるんで、まあ、今後の作業もしやすくなるんじゃないかなと思います、うんうん、まあ、これで廊下玄関が予約できると。はい、はい、じゃあ次は廊下玄関に行くのかというとそうではなくて今後ね、廊下玄関がメインにはなっていくんですけど、うん、まあやりたいことが他にもちょろちょろありまして、今後はちょっとこう挟みながらやっていく可能性があります。あ、一にも廊下玄関をずっとやっていくってよりかは、うん、廊下玄関ありつつ、そうだね、何か違うことをするかも。そうそうそう、うん、まあ、やっぱ外もしたいし、いろいろ、早速次はお庭です。そうだね、お庭にね、追加でフェンスを立てたいと思っています。早速ちょっと次回から違うことをやっていきます。そうだね。でまたその倉庫、今までの流れもちょっとまあ総集編という形でまとめて動画も作りたいなとは思ってます。はい、そちらもまたぜひ見ていただけたらと思います。お願いします。時間かかりましたけど倉庫編はこれにて終了ということで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まだやりたいことはあるんですけど、うんうん、まあ一応動画としてはここまでということで。ございました。はい、まあまだまだね、やることはたくさんあります。今後も応援していただけたらと思います。お願いいたします。よろしくお願いします。まあ、今後またあなたの出番も増えるかな。そうだね、出てきました。次回からは一緒にやっていきましょう。一緒に、はい、やっていきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまた次回もよろしくお願いします。お願いします。Just one.